あ、皆さんおはようございます。今撮ってたんですけど、このマイクのスイッチの押すの忘れてまして、音声が入ってないんでアフレコでお届けしたいと思います。まあいいか、ここで見せます。ここでもう一回入って見せます。で、まあこれなんですけど、でなんでこれを買ったかと言いますとですね、まあ僕最近メインのマイクを探してて、いろいろマイクを見てたっていうのはあるんですけど、でずっとなんかこのスマホのマイクには注目してたんですよ。なんかもっといいの出ないかなとかレビュー見ながら、でだんだんここ数年でまあいいのが出てきたのかなって感じがしてて、目をつけてたのがありまして、で実はもう一個買ったんですけど、もう一個はちょっとなんか配送遅くなるみたいで12月入っちゃうっていうんでね、先にこれをレビューしたいと思います。で来たらまあ比較動画でもやろうかなっていうね、皆さんがもし興味あったらですよ。でこういうのをなんで僕がやるかっていうと、今どんどん YouTuber もスマホで簡単に済ませるっていうね、この楽したいっていうだけじゃなくて、このスマホのクオリティがどんどん上がってきてるんですよ。 iPhone の画像めちゃめちゃいいんですよ。で僕このカメラ買う前にまあなんか レビューの動画開封とか、まあなんか接写するときはね iPhone 使ってたんですよ。なんでかっていうと綺麗だから。で僕前使ってたそのメインのカメラっていうのは広角で、そのあんまり近づくと撮れないようなね、そんなに画像の良くないカメラだったんですけど、今はねこれでね一眼なんで、こうやって近くてもフォーカスできるようになってるんですけど、こういう風にね近くてもちゃんと映るようにはなってるんですけど、まあそんなわけで前は iPhone 使ってたわけですよ。で YouTuber もこれからどんどんこのなんていうのかな、機材をコンパクト化しててですね、機材は iPhone とかねスマホでね台頭してくる YouTuber がいっぱい出てくると思います。現段階でも有名どころで言うとメンタリスト DAIGO さんとか、あの人スマホなんですよ。スマホをパンと置いて、本がいっぱいある部屋あるじゃないですか。であれ置いてんのスマホなんですよね。で YouTube とニコ動やってるんですけど、あの人ニコニコの方もスマホを1台増やしただけっていう、だから手間はスイッチをねもう1回押すだけっていうね、すごいコスパのいい戦略でやってるんですけど、であとは有名どころで言うとレペゼン地球っていうね、YouTuber がいると思うんですけど、DJ 社長っていうね、明るい社長さんね、知ってる方いるかどうかわかんないんですけど、いるじゃないですか。彼らもねスマホでやってるんですよ。まあ編集はちゃんとやってるんですけど、ということでこのどんどんこのスマホ YouTuber がこれから増えてくるだろうとね、画像がいいんで、画質がいいんでね。で、一つ問題は、音声なんですよ、やっぱり音声なんですよね。YouTube って、僕 YouTube の動画配信する前に、ある教材を買ってですね、アカデミーで、ネット上のアカデミーで学んだんですけど、そこで学んだ、すごい重要なことを学んだんですけど、皆さんこれ意外と思うかもわかんないんですけど、画質よりも音質の方が大事なんですよ。で、画質が良くて音質が悪いっていう動画と、画質は悪いけど音質がいいっていう動画だったら、離脱率どっちが高いと思いますか？あ、この動画クリックして見たけど、あ、やめたって言って他の動画に行っちゃうっていうね、離脱率っていうんですけど、それが音質が悪い方、要は画質が良くても音質が悪い方が離脱率高いんですよ。これ、本当なんです。統計的に出てるんですけど、それぐらい音質って人間の無意識レベルに訴えかけるぐらい大事なんですよ。で、わかりやすいところで言うと、まあちょっと下ネタの話になっちゃいますけど、AV を画像があって音声がないっていう AV と、まあ何も真っ暗で音声だけっていうのと、どっちが興奮しますかって話なんですよね。で、それを想像してもらうとわかると思うんですけどね、やっぱりね、音声って大事なんですよ。で、こういうマイクがこれからもっと需要を増して重要になってくるんじゃないかなということで、今から僕がギターチューバーさんのためにですね、どんどんレビューをこれから重ねていきたいと思います。で、第1弾はこのシューアの、なんだっけ、MV88。これでいきます。で、まあこの iPhone で、まあ自撮りでいきますよ。自撮りをするっていうね、これ生徒さんにすごい口酸っぱくして言ってるんですけど、僕配信で自撮りってすごいギター練習に重要なんですよ。めちゃめちゃ重要なんですよ。自分のプレイを撮って見返すっていうのが何よりもためになります。これまあ今自撮りの感じにしてますけど、まあこれを入れると、なんか今アプリをインストールしてくださいって言ってたんで、これインストールしました。まあ今こんな感じです。で、これを自分の方に向けれるんで、自撮りにして自分の方に向けて、まあこんな感じで置いて、この撮るモードみたいなのがあって、ギターがあったんですよね。楽器撮るモードみたいな。で、これをやると、
ちょっとステレオ具合が増してですね、この広角、広角って言ったらおかしいか、音声だから。105度になりますよね。ノーマルだと90度くらいで、ステレオだと角度が増して、ゲインも増しますね。ゲインがね、27デシベルぐらい。ノーマルで 19.5 デシベルみたいな。で、これ多分普通の会話なんですけど、それだと33デシベル。ギター取るモードにして、ちょっとやってみます。喋ってる声どうですか？これね、手で届くぐらい、手で持ってるのと同じぐらいのね、それぐらいの距離です。あ、喋ってる声の音量どうでしょうか？どうですか？若干ね、外の車の音も少し聞こえますね。これ10階なんですけど、今撮影してんのが内蔵マイクです。はい、これが内蔵マイクです。 iPhone の内蔵マイクです。音質どうでしょうか？あ、音質どうでしょうか？皆さん、さようなら。はい、これが周波のマイクをつけてる音声です。どうでしょうか？あ、なんで棒読みになっちゃうのかわかんないけど、まあまあこんな感じで、これからもスマホにつけるマイクにはちょっと注目していきたいなと僕個人的には思ってますんでね。なんかまだいいマイクあるぜっていう、のを知ってる方がいらっしゃいましたらね、教えてください。これちなみに値段か、楽器楽天ショップ池部さんからですね。で、17,637円です。税込み 18,517円ですね。で、結構まあまあ安い、もっと安いのもあるんですけど、僕安いのはね、音想像できたんで、ちょっとこれを試してみたかったんで、今回はですね、この周波と、
もう一個、ポッチしたんですけど、それがまだ来てないってやつなんですけど、それがね、ロードのマイクで12月の頭ぐらいに届きますんで、まあそれのレビューと、そうですね、音声対決動画みたいなのをね、ギターを弾いて喋ってやりたいと思いますんで、まあこのシリーズもうちょっと続きますんで、お楽しみに。